今日も決まった職人ポンコツマッチョ、おはようございます。今日もこれまた本当にとんでもなくおめでとう。はい、すいませんすいません、また決まっちゃいました。20坪ぐらいの2階建てで、まあ、同じように築 4,50 年ぐらいの現場で、1階は飲食店で2階は家みたいな感じの、まあ、15坪ぐらいですかね。ちょっと狭いんですけど、やりやすいような誰がやるんだっていうのを思ってるんですが、なんと私今大阪の南に次は店舗工事やってくれて今現状行ってきました。それを今日はですね、ポンコツ学生さんの見学者が2名来ておりまして、1名はもう入学確定しまして、なんと今からお話しすることをすごい企画ですので、とても大切なお話しますので、お金儲けをしたい方は必ず聞いてください。もうこれは本当の話です、嘘じゃないです。私今年会社を、立ち上げるコンサルタントみたいなのを始めてるんですが、私が立ち上げる会社、サポートする会社は今年初めて起業して1億円売り上げ上げます。おめでとう。本当です。はい、どういう仕組みかっていうのと、ポンコツ学校がどういう学校かっていうのを詳しく説明しますので、ぜひとも入学のほどをされてですね、今年の夏当たり前に150万200万円稼ぐ人が増えることを私は願っております。それはですね、私が路頭に迷っている時に誰も教えてくれなかった月に100万円以上簡単に稼げれる真っ当な道をですね、僕は、簡単に作り、その素人から育成するっていう学校、ポンコツ学校を運営している校長先生兼指導者の先生もやっておる私がですね、今作ってるチームの具体的な詳細をこの後お話しますので、ぜひ耳をかっぽじって聞いてですね、お金儲けを楽しんでやっていきたいと思います。それでは解説トーク動画いってみよう。しっかり聞けよ。はい、まずいってみましょう。私が去年から計画していたクーラー事業、こちらドーン、エアコン110番のロゴを作ってですね、今年の夏クーラーで、まあ、エロを儲けるチームを作るぞという、もう年末からずっとそれに向かって取り組んでたと。そしてですね、今日来ているポンコツ学校の生徒さん2人と、今日入学することが決まったポンコツ学生さんの生徒1人、合計今3人いてる人がどんな人かというと、1人が2級施工管理技師、2級建築技能建築士、2級電気技能士、もう1人が2級電気技能士、もう1人がエアコン取り付け経験者の2級電気技能士。おめでとう、全員電気技能士の2級を持ってるという、とんでもないすごい学校でございます。はい、その他に2級電気技能士、2名と1級電気技能士1名と片枠1級2名本部長ボス、どうもよろしくお願いします。全国各地にいている、その他私は14個の建設の資格を持っているという校長先生ですが一応言わして、校長先生で、これから頑張っていこうっていう方も含めてですね、まあどん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 人数は増えていくっていう仕組みになっておりますが、さあ行きますよ。どういう仕組みで私はその学生さんにビジネスで今年の夏にですね、月に100万円以上簡単に稼げされるかっていうのをこの後解説していきますので、まあ本当のお話ですから疑うのであればですね、その同業者の方とかに聞いてみるといいです。または、YouTube で調べてみるといいです。クーラーの取り付け費用で一体月にいくら稼げるのか、皆様ご興味あるでしょ。これを具体的に、解説してですね、まあ、私はすごく情報量を多く持っておる一般の方よりは思っております。そしてもう今日この後ですね、量販店のお仕事の仲介業者とですね、そのうちの作った会社の経営者とですね、つなぎ合わせてですね、今日入学する男の子を第一班として1チーム、そしてうちのいてる電気技能士で2チーム、そして僕を入れて3チーム。さて、この3チームの売上高が、夏の繁忙期にどれぐらいになるかということをまずこの後ご説明したいと思います。それでは、行ってみよう。はい、それでは皆様が気になっているお金の話、本当のお話を私は包み隠さずお話しいたします。夏のクーラーというのはですね、量販店から来るお仕事は、もう満員御礼です。毎日がほとんど
まあ、人によって、手抜き工事をする人とかによってはですね、まあ、あんまり仕事もらえない人もいてますが、僕のようなクソ真面目なやつはですね、まあ、1日6台から、多い人では僕の情報によるとですね、1日1人で10台つける人がいてるっていうんですよ。それはどこの量販店のセンターにも繁忙期、そのシーズンだけで1000万円1人でですよ。3ヶ月に話して言ったら3ヶ月4ヶ月で1000万円利益を上げる人がいてるそうです。絶対いてるそうなんですよ。で、その方が月年間どれぐらい上げるかって言ったら2000万ぐらいらしいんですよね。で、私そのチームを現状今3チーム、作りました。わかりますか？3チームってことはですね、会社の売り上げがですね、1ヶ月200万円としてもですね、まあ、4ヶ月で1チームが1200万ですよ。今何チームあると思います？3チーム1200万かける3は3600万。おめでとう。これは本当の話です。それを私は10チーム最低作ります。で、そんだけの仕事あるのか。なんぼでも仕事はあるんです。なんぼでもあるんです。皆さんは知らないだけで問いかけると、いやー、うちのエアコン業者に入ってくれと。なぜかというと、作業員の間に言ったらお仕事を持ってるところはいくらでも取っていくらでも投げたいわけですよ。やってくれる人がいないと。夏の暑い日に休みなく来てくれる人を集めることの方が難しいと。私ポンコツ学校で集めてるんですよ。ちゃんと計算しております。はい、それでですね、10チーム作ると、まあ200万円、平均200万円としてもですよ。で、1ヶ月ね、10チームで2000万。わかりますか？2000万かける4だったら、4ヶ月だったらわかりますよね。8000万の売り上げなんですよ。で、その10チームは夏だけじゃないですか、仕事で。僕の得意分野の営業でですね、給湯器の取り付け、私資格取りました。ガスの給湯器、取り付けできるようになります。3月ぐらいにあるらしいんで行ってきます。まあ、それも含めてこの後最後解説して1億円の仕組み行ってみよう。はい、冬は給湯器とかですね、まあ、僕の得意分野のリフォーム、まあ、いろんな仕事を空いた時間にですね、いろんなそのチームにやっていただいてですね、その次の年も継続してうちの量販店の大きい仕事ですね、対応していただくために、夏以外も仕事を提供しないとですね、やっぱり離れていっちゃうじゃないですか。そして本来はその中間管理、僕はブローカーではないので1円もいただきません。そのビジネス会社も僕が作りますけど、あげます、お世話になってる方に。そして会社立ち上げたら1億の売り上げ作れる、作れますか、作れますか、作れますか。僕は簡単に作れるんです。それを僕は材料に来年違うビジネスをしたいと。簡単に1億くらい、1億くらいで、すぐ作れますよと。東京で作りますかって言って、来年私は東京に進出します。そういうチームを作れるっていうノウハウを持ってね。その管理、 YouTube のチャンネル登録数は、数万人は言ってるでしょ。それはもちろん、だってど素人が2、3ヶ月で何百万も月に稼げるようにできますか、できますか、できますか。僕はできるの。そういう YouTuber です、私。人材育成のプロ。しかも、出来損ないばっかり集めて、プロにするんですから。まあ、そら、指導能力も、まあ、そら1年だったら偉いことになりますよ。まあ、それを YouTube で投稿しながらって、私は、料理のポンコツ学校を、このまま続けていって、ど偉い先生を目指したいと思います。はい、最後はね、そのポンコツ学校に入る、昨日もですね、遠い四国の方からですね、オンラインで、授業が受けたいということが、ご依頼がありましてですね、今教材を、作ろうとしている準備段階です。いきなりオンラインの、まあ、仕組みとしてはですね、古民家とかやりたい方とかいろんな技術を身につけたいと、そういうところを、まあ、動画でサポートしたりですね、わからないことを教えていただければ、そういう動画を、作って、投稿したりですね、まあ、そのような方向で1万円を、コスパよく使っていただけるように、まあ、頑張っていきたいと思っておりますので、日本全国つつうらうらいろんなところから入りたい方はぜひ、初回が2万円毎月1万円ですが、必ず1万円の以上の価値は十分にありえます。そして、まあ、うちにいるポンコツ学校さんとの生徒さんと交流を持ててですね、
いろんなやり取りもできると、まあ、2級建築士とか2級施工管理士、まあ、1級型枠の技能士とかいてますので、何かする時とかでも、まあ、いろんな情報が、もらえます。またね、宅建の、所持している方もおられますし、まあ、いろいろいてるんですよ。まあ、そういう方とコンタクト取るっていう一つの方法としても、まあ、ぜひポンコツ学校に入学していただいて、私の目標1000人にお力ください。そうすると私儲かる仕組みを提供します。そしたらウィンウィンで、私はポンコツ学校の売り上げだけで月に1000人集めると1000万1億円ね、簡単でしょ。そしてその舞台を作ってエアコン業者を作っていけばいくほど売上高が1億から1億5000万2億ってなってくる。それをたった1年で YouTube を使って作り上げた職人ポンコツ番長の価値がどうかっていうことが世の中が来年ぐらい考え出すのかなと。僕はその時はこの墓の中でそれ狙ってます。だから無我夢中で働いて、あの世に向かって歩いていきたい。早く早くあの世に行きたいということで、視聴者の皆様、僕が今年1億あげることを信じてクーラー一緒にやりましょうということで、視聴者の皆様、今日はこの辺でまた明日、ごきげんよう、バイバイ。